皆さんこんばんは。今日は主にこいつの紹介かもしれません。業務スーパーで購入した冷凍のサラダ豆、これめちゃくちゃ汎用性が高いんです。今回はとりあえず名前通りにサラダとして使ってみました。サラダ用のボイルエビとマヨネーズと合わせるのですが、それだけでは芸がないということで、ちょい足しで一気に個性を出しますよ。今日のレシピはエビ&ビーンズ〇〇マヨサラダです。〇〇何なんでしょうね。お楽しみにです。改めまして、こちらが業務スーパーで購入したサラダ豆です。500g 入りで税抜き178円でした。水煮の豆と違って使いたい分だけ少しずつ取り出せますし、いろんな豆がミックスされていて料理への汎用性が高いです。今回はサラダとして使いますが、炒め物やスープなど様々な料理で活躍すること間違いなしです。この前購入したばかりですが、早速リピート購入しちゃいました。冷凍庫に1つ2つ置いておくと重宝すること間違いないかなと思います。スーパーで半額のボイルサラダエビを発見したので、この2つを使ってごちそうサラダを作っていきます。まずはサラダ豆を 100g 用意します。赤系の色も入っているので彩りがいいですね。ふんわりラップをかけて、表記の通り 100g を電子レンジで加熱していきます。ちょうどいい具合に解凍できました。ここにボイルエビを入れます。さらにマヨネーズを大さじ1、これはお好みで調整してくださいね。ここで今日のちょい足し公開です。それはこいつ、柚子胡椒です。これは実家でもらったちょっと油分ですが、普通の柚子胡椒で全然 OK です。入れすぎると辛くなってしまうので小さじで3分の1ぐらいだけ入れます。そしたらムラにならないようにしっかり混ぜてください。しっかり混ぜたらエビ&ビーンズ柚子マヨサラダの完成です。マヨネーズのコクと柚子胡椒のピリ辛感が相まって、まるでシェフの味。簡単お得なごちそうサラダ、皆さんもぜひ作ってみてください。今回使った材料、調味料の一覧です。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、作ってみたいと思った方は高評価をいただけると励みになります。若葉キッチンでは簡単にできる自炊をテーマにした動画を日々上げていますので、よかったらチャンネル登録、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。ご意見ご要望も待ってます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。